ヒューストンはアメリカ合衆国のテキサス州の都市。同州最大かつ北アメリカ有数の世界都市。全米4位となる230万4580人の人口を抱える。ハリス軍を中心に旧軍にまたがるヒューストン都市圏の人口は712万2240人に上る。地域面積は1500平方キロメートルに及び、 市軍一体の自治体を除くと、オクラホマシティに次ぐ、全米、第二の広さである。市は1836年8月30日に、オーガストゥス・チャップマンとジョン・カービーのアレン兄弟によって、バッファローバイユーの歌詞に創設された。死名は、当時のテキサス共和国大統領で、サンジャシンとの戦いで指揮を取った将軍の、サミュエル・ヒューストンから名を取って付けられた。 翌1837年6月5日にヒューストンは正式に市政が施行された。19世紀後半には開港や鉄道交通の中心として、また、綿花の集散地として栄えた。やがて1901年に油田が見つかると、市は石油生成、石油化学産業の中心地として成長を遂げた。20世紀中盤に入ると、ヒューストンには、 世界最大の医療研究機関の集積地、テキサス医療センターやアメリカ航空宇宙局のジョンソン宇宙センターが設置され、先端医療の研究や航空宇宙産業の発展が進んだ。古くからこうした様々な産業を持ち、フォーチュン500に入る企業の本社数がニューヨークに次いで多いヒューストンは、テキサス州のみならず成長著しいサンベルトの 中心都市の一つであり、アメリカ合衆国南部のメキシコ湾岸地域における経済、産業の中枢である。また、全米最大級の貿易港であるヒューストン港を全面に抱え、ユナイテッド航空のハブ空港であるジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港を空の玄関口とする交通の要所でもある。また、日本を含む世界86カ国が領事館を置く。 このようにヒューストンは工業都市、ビジネス都市としてのイメージが強い都市であるが、文化水準の高い都市でもある。ダウンタウンの南側には10以上の博物館、美術館が立ち並び、年間700万人の訪問者を呼び寄せるミュージアムディストリクトがある。ミュージアムディストリクトに隣接するエリアには、全米の総合大学の中で常に、 トップ25以内の高評価を受けている名門シリーズ大学、ライス大学のキャンパスが広がっている。一方、ダウンタウンの中心部に位置するシアターディストリクトはヒューストンにおける演技芸術の中心地で演劇のみならずオペラオーケストラバレエなど多彩な演技芸術の公演が行われている。ジョンソン宇宙センターの存在からヒューストンには1967年に スペースシティという公式な別名が付けられた。地元住民はこの他にバイユーシティ、マグノリアシティ、エイチタウンなどと呼ぶこともある。サミュエル・ヒューストン1836年8月に、ニューヨークの不動産企業家のオーガスティス、チャップマン・アレンとジョン・カービー・アレンの兄弟は、バッファローバイユー周辺のこの地に都市を創設すべく、6642エーカーの土地を購入した。 サンジャシンとの戦いで名を馳せた将軍で、その年の9月に、テキサス共和国の大統領に選出された、サミュエル・ヒューストンの名を取って、アレン兄弟はこの年をヒューストンと名付けることを決定した。ヒューストンは、翌1837年6月5日に市政を施行し、ジェームズ・サンダース・ホルマンが、初代市長に就任した。またその年、ヒューストンは、 テキサス共和国の暫定首都及びハリスバーグ軍の軍庁所在地となった。1840年、バッファローバイユーに建設された新しい開港における貨物の積み下ろしや水上交通のビジネスを活性化させるため、ヒューストンには商業局が設置された。1860年頃にはヒューストンは綿貨の集積地、輸出拠点として栄え、商業や 鉄道交通が発展した。テキサス州内陸部各地からの鉄道は、ヒューストンで合流し、ガルベストンやボーモントの港へと通じていた。南北戦争中、ジョンビーマグルダー将軍は、ガルベストンの戦いにおいて、ヒューストンをタイの集合地とし、市内には、同将軍の司令部が置かれた。南北戦争が終結すると、ヒューストンの実業家たちは、 市の中心部とガルベストン港との間での商業を活性化させるため、イニシアチブをとってバイユーモーの拡張に努めた。1900年にガルベストンハリケーンが上陸して、ガルベストンの港町が壊滅的な被害を受けると、内陸のヒューストンにより安全な、水深の深い、近代的な港を作る機運が高まった。翌1901年、 ボーモントの近くのスピンドルトップ油田で石油が見つかるとヒューストンでは石油産業が起こった。さらにその翌年1902年には当時の大統領セオドアルーズベルトがヒューストン港の運がヒューストンシップチャンネルの整備費用100万ドルの計上を承認した。屈作に7年の歳月を費やした後1914年大統領ウッドロー・ウィルソンは ヒューストン港を開港した。1930年には、人口292,352人を数え、サンアントニオとダラスを抜いて、テキサス州最大の都市になった。ヒューストンのダウンタウン、1910年、第二次世界大戦が開戦すると、ヒューストン港の貨物取り扱量は減少し、積み下ろしは保留とされるようになった。しかし、戦争需要から、 市の経済はむしろ活性化した。戦時中の石油化学製品や合成ゴムの需要増加に対応するため、シップチャンネル沿いには石油化学工場や製造工場が建設された。地元の造船業も増産し、市の成長を促した。経済成長、エリントンフィールド空港は、元は第一次世界大戦の最中に設置されたものであったが、 航空士や爆撃手の上級訓練センターとして生まれ変わった。1945年、MD アンダーソン財団はテキサス医療センターを設置した。第二次世界大戦の終結とともに、ヒューストンの経済は再び港湾中心に戻った。1948年、近隣の所属未定地を合併したことにより、ヒューストンの地域はそれまでの2倍以上になり、 地域全体にわたって広がり始めた。1950年代に入り、エアコンが普及し始めると、蒸し暑いヒューストンの夏も快適に過ごせるようになり、多くの企業がヒューストンに移転してきた。その結果、ヒューストンの経済は高度成長期を迎え、エネルギー産業を中心とした経済に移行していった。1961年には、 有人宇宙船センターが設置され、ヒューストンには航空宇宙産業が起こった。1970年代に入ると、北部のラストベルトから南部のサンベルトへの人口と産業の移動が始まり、ヒューストンの人口は急増した。1973年の第一次オイルショックで、原油価格が高騰すると、大量消費型の製造業を中心としていた北部の 工業都市が軒並み衰退する一方で、産油地であるヒューストンは潤い、石油産業を中心に創出された雇用を求めて、大量の住民が移入してきた。しかし、1980年代中盤に入ると、原油価格が暴落し、経済は、賃貸、人口増加のペースも鈍化した。 そこに1986年のチャレンジャー号爆発事故が追い打ちをかけ航空宇宙産業も打撃を受けた。アメリカ経済そのものの低迷もヒューストンの地域経済に影響を及ぼした。その教訓から1990年代以降ヒューストンは経済の多様化に努め航空宇宙産業やバイオテクノロジーといったハイテク分野に力を入れることで 石油化学産業への依存度を減らしてきた。バッファローバイユーアメリカ合衆国統計局によると、ヒューストン市の総面積は1558.4平方キロメートルである。そのうち1500.7平方キロメートルが陸地で57.7平方キロメートルが水域である。総面積の3.70%が水域になっている。ダウンタウンの標高は約15メートルである。 市の最高点はダウンタウンから遠く離れた北西部にあるが、それでも標高は約38メートルにとどまる。ヒューストン地域の大部分はメキシコ湾西岸草原地帯に属する。その植生は熱帯性の森林及び草原に分類される。市の大部分は森林、湿地、沼地、草原を切り開いて建設された。 同じメキシコ湾岸の低湿地に位置するニューオーリンズほどではないものの土地が低く平坦でかつ市街地のスプロール化が進行しているヒューストンは洪水の被害に見舞われやすいかつては水道水源を地下水に頼っていたが地盤沈下を引き起こしたためヒューストン湖やコンロー湖などの地表水を用いるようになったバイユーシテの別名が示す通りヒューストン市内には バイユーと呼ばれる小川がいくつも流れている。中でも、最大のバッファローバイユーは、ヒューストン西高のケーティに源を発し、ヒューストンのダウンタウンを東西に貫いて流れ、ヒューストン港のヒューストンシップチャンネルに注ぐ。ヒューストンシップチャンネルは南東へ続き、ガルベストンで、メキシコ湾に注ぐ。2004年のクリスマスイブ、雪中のトリニティチャーチ。この日に、 メキシコ湾岸を襲った雪嵐により、ヒューストンでは、史上初のホワイトクリスマスとなった。ヒューストンは、欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に属するが、実際には熱帯と呼ばれる、熱帯と温帯の中間にあたる気候である。春の雷雨は竜巻を伴うこともある。 一年を通じて南から南西寄りの風が吹き、メキシコの砂漠地帯からの熱気と、メキシコ湾からの湿気をヒューストンとその周辺地域にもたらす。ヒューストンの夏の日中の気温は、摂氏30度を上回ることが常である。過去の統計の平均では、最高気温が、下市90度を超える日は年間の約1、4、99日に及ぶ。またヒューストンは、 湿度が高いため、体感気温はさらに上がる。夏の午前中の相対湿度は、平均90%を超え、午後でも60%近くなる。海岸沿いの一部を除いて、下記のヒューストン周辺の風は弱く、暑さや湿気が和らげられることもあまりない。この暑さに対処するため、ヒューストンの住民は、市内の建物という建物、 通行する車という車のほぼすべてでエアコンを効かせている。1980年にはヒューストンは地球上で最もエアコンを効かせている場所と評された。ヒューストンにおける観測史上最高気温は2000年9月4日に記録した摂氏42.7度であるトロピカルストームアリソンによる豪雨でバッファローバイユーが氾濫し大洪水に見舞われた。 ヒューストンのダウンタウン一方、ヒューストンの冬は温暖で、過ごしやすい日が続く。最寒月の1月においても、月平均気温は、摂氏11度を超え、最高気温は、摂氏17度、最低気温でも摂氏6度ほどである。降雪は滅多に見られない。2004年のクリスマスイブには大規模な雪嵐が、メキシコ湾岸を襲い、テキサス州南部は、 記録的な大雪に見舞われたが、その時もヒューストンにおける降雪量はわずか2.5センチメートルであった。ヒューストンにおける観測史上最低気温は1940年1月23日に記録された氷点下15度である。ヒューストンの降水量は1年を通じて多く、年間では1200から1300ミ、mm、リメートル程度になる。下記には、 散発的な雷雨が起こりやすく、ハリケーンや熱帯低気圧の通り道になることもよくある。2001年6月には、トロピカルストームアリソンが、テキサス州南東部に1000ミリメートルを超える豪雨を降らせ、ヒューストンは、死史上最悪の洪水に見舞われた。アリソンによる、被害総額は60億ドルを超え、死者は、テキサス州だけで20名を数えた。 2005年9月、ハリケーン・リタが接近した時には、ヒューストン市街地への直撃が懸念され、ヒューストンとその周辺地域の住民、約250万人が避難した。リタ襲来の1ヶ月前に、ニューオーリンズに、甚大な被害をもたらしたハリケーン・カトリーナの教訓から、多くの住民が、早めに避難したことに加え、実際には、リタの進路が東寄りにずれて、 テキサスルイジアナ宗教付近に上陸し、ヒューストン市街地はハリケーンの左側半分に入ったため、ヒューストンにおけるリタの被害はハリケーンの規模の割には比較的軽微であった。ただし広範囲に避難勧告を出したため、数十時間路上に滞在したり自家用車のガソリンが路上で切れたりなどの混乱を伴う極端な 避難渋滞が発生し、後のハリケーンアイクの際の避難計画策定や、人々の避難行動に影響を与えた。2008年9月13日に、南東港のガルベストンに上陸したハリケーンアイクは、高潮により、ガルベストン西部に壊滅的な被害を与え、ヒューストン周辺で35名以上の死者を出し、ヒューストンの広範囲に停電を引き起こした。市民生活に、 多大な影響があったが、避難韓国地域を限定したためハリケーンリタの際に起こった避難渋滞による混乱は発生しなかった。ヒューストンの二重環状線。内側の赤い線が I-610 で、この内側に中心市街地が形成されている。ヒューストン市内での位置はおおむね環状線 I-610 の内側か外側かで分類される。 i マイナス610の内側には、業務、商業集積地が形成され、第二次世界大戦前に建てられた古い住宅が主に建っている。近年では、人口密度の高い、食住近接型の住宅地の再開発が進められている。i マイナス610の外側は郊外型の住宅地が広がっている。第二環状線となる、修道環状八号線は、 i 610よりもおよそ8から12キロメートル外側を走っている。この修道環状8号線のさらに外側にヒューストン都市圏第3の環状線となる修道99号線の建設が進められており、1994年に一部が開通している。i 45から眺めたダウンタウンの高層ビル。アメリカ合衆国内で、 ゾーニング規定のない都市の中では、ヒューストンは最大の人口規模を抱える都市である。しかし、ヒューストンは他のサンベルト諸都市と同じような仕方で発展してきている。ヒューストンにおいては、法的契約の付帯事項が都市計画において民主度はやや低くなるものの、ゾーニングとほぼ同じような役割を果たしている。1948年、 1962年、1993年と3度にわたって住宅地と商業地を分ける試みがなされたものの3度とも否決されている。そのため市中心部に一極集中型のビジネス街が形成され郊外に住宅地が広がるという形ではなく市内の複数の地区が発展している。ダウンタウンには市最大のビジネス街が形成されているが ダウンタウンの 10km にし、ヒューストン切手の高級住宅街であるアップタウンにも、大規模なビジネス街が形成されている。このほか、ミッドタウン、エナジーコリダー、グリーンウェイプラザ、ウェストチェースなど、住宅地と商業地、内市工業地が混在する、食住近接型の地区がいくつも形成されている。ヒューストンのダウンタウンには、総延長約 11km にわたる。 地下トンネル通路が整備されている。この通路はダウンタウンのビルを結ぶもので、コーヒーショップやレストラン、コンビニエンスストアもある。この地下通路システムによって、通行者は夏の暑さや降雨を気にすることなく、ビル間を移動することができる。1960年代、ダウンタウンヒューストンの建物はそのほとんどが、中層オフィスビルであった。 1970年代に入り、ヒューストンがエネルギー産業ブームに湧くようになると、建設ブームが起こり、やつぎばに超高層ビルが建ち始めた。この時期に建てられた超高層ビルの多くは、市内で不動産開発会社を営む、ジェラルド・ D ・ハインズが手掛けたものであった。1982年には、高さ305.4メートル、75階建ての JP モルガンチェースタワーが完成した。JP モルガンチェースタワーは、テキサス州で最も高いビルで、全米でも11位、全世界でも35位の高さである。翌1983年には高さ302.4メートル、71階建ての、ウェルズファーゴバンクプラザが完成した。2006年現在、ダウンタウンヒューストンのオフィススペースの総面積は、 約400万平方メートルに及ぶ。ポストオーク大通りとウェセーマー通りを中心としたアップタウンは1970年代から1980年代初頭にかけて開発が進められ、環状線 I-610 に沿って、主に中層のオフィスビルやホテル、小売店などが立ち並ぶようになった。アップタウンヒューストンは最も成功したエッジシティの一例となった。 フィリップ・ジョンソンとジョン・バーギーの設計による、ウィリアムズ・タワーは高さ274.6メートル、64階建ての超高層ビルで、アップタウンのランドマークになっている。1983年に完成した当時は、ウィリアムズ・タワーは、都市中心部以外に建つものとしては、世界で最も高いビルであった。この他にも、アップタウンには、イオミンペイや、シーザー・アペリなど、 著名な建築家の設計による建築物が立ち並んでいる。1990年代から2000年代初頭にかけてはアップタウンには高層マンションがいくつも建った。この時期に建てられた高層マンションの中には30階建て以上のものもある。2002年現在アップタウンヒューストンのオフィススペースの総面積は210万平方メートルを超える。 その質も、総じて高く、総面積の7割以上に当たる150万、平方メートルは、クラス A のオフィススペースである。ダウンタウンヒューストン市聴者ヒューストンは、市長制をとっている。ヒューストンは特定の権限を委譲されている。ヒューストンを含め、テキサス州内においては、すべての市政選挙は党派を特定せずに行われる。ヒューストンの市政選挙で選ばれるのは、 市長、会計監査官、及び14名からなる、市議会の議員である。2016年現在の市長は、シルベスターターナーである。ヒューストン市長は、市の管理者の長であり、最高責任者であり、公式な代表である。市長は、市の全般的な管理業務、及び、法律、条例の施行に責任を負う。 1991年の住民投票の結果により、ヒューストン市長の任期は2年と定められ、連続多選が認められるのは参戦までとなった。1997年、D.P. ブラウンが市長に就任し、ヒューストン市史上初の黒人市長が誕生した。ヒューストン市議会議員選挙においては、市は9つの選挙区に分けられている。この9つの選挙区は、 もともとは1837年にヒューストンが市政を施行した際の区が元になっている。各選挙区から1名ずつがまず当選となり、残る5議席はワイルドカードとして自然体から選出される。このシステムは1979年にアメリカ合衆国司法省が義務付けたものが元になっている。現行の市の認可条件では、 地域人口が210万人を超えた時には市議会議員選挙の選挙区は2区増やされ11区に改組されることになっている。2020年7月21日連邦政府は知的財産と個人情報の保護を理由にヒューストン市内にある中国総領事館の閉鎖命令を出した。ヒューストン市警のパトロールカーヒューストンの治安は ヒューストン市系等をいくつかの法執行機関によって守られている。ヒューストンは犯罪都市と呼ばれることこそないものの、その犯罪率は決して低くはない。殺人の発生率が高く、全米の人口25万人以上の都市の中でバースト18位である。ヒューストンにおける2005年の犯罪発生件数を2004年と比較すると、 非暴力的犯罪こそ2%減少しているものの、殺人発生件数は23.5%増加し、336件を数えた。その原因の一つとしては、ハリケーンカトリーナで大被害を受けたニューオーリンズからの避難民がヒューストンに大量に流入したことが挙げられる。カトリーナの襲来後、2005年の11月12月においては、前年度の同時期に比べて、 殺人発生率が70%増加している。ヒューストンにおける2006年の殺人発生件数は379件、発生率は人口10万人あたり17.24件で2005年の16.33件より増加している。この人口10万人あたり17.24件という数値は全米平均の約2.5倍に当たる。 アメリカ合衆国内の他都市同様、ヒューストンはギャング絡みの犯罪にも直面している。1996年現在、ヒューストンには380のギャングが存在し、少年2500人を含む8000人が加わっている。ロイヤルダッチシェルの米国法人、シェル石油会社の本社ビル、ワンシェルプラザヒューストンは、エネルギー産業、コト石油、天然ガス産業では、 世界的にその名を轟かせている。また、生命医学分野や、航空、宇宙開発分野でもよく知られている。全米最大級の貿易港であるヒューストン港の運河、ヒューストンシップチャンネルの存在も、ヒューストンの経済に大きく寄与している。世界中の多くの場所とは違い、エネルギー産業に従事する住民の多いヒューストンでは、 原油やガソリンの価格の高騰は経済に好ましい影響を与えるものであると見られている。スーパーメジャーと呼ばれる6大石油会社のうち4社がヒューストンに主要な業務拠点を置いている。オランダのハーグに本社を置くロイヤルダッチシェルの米国法人シェル石油会社はダウンタウンのワンシェルプラザに本社を置いている。エクソンモービルは本社こそ ダラスフォートワース複合都市圏のアービングに置いているものの同社の上流部門と科学部門はヒューストンに置かれているサンフランシスコ米エリアに本社を置くシェブロンはエンロンの本社ビルになる予定だった40階建てのビルを2003年に買収し同社のヒューストンオフィスをそこに置いているまたシェブロンの子会社であるシェブロンパイプラインの本社はヒューストンに置かれている この子フィリップスは本社をヒューストンに置いている。また、これら石油メジャーの存在だけでなく、ヒューストン都市圏には、油田設備の設置やサービスを主事業とする企業も集中している。中には、数千人から1万人以上の従業員を抱える大企業もある。こうした、ヒューストンの石油産業、石油化学産業の中心地としての成功は、 ヒューストン港の存在によるものが大きい。ヒューストン港は外国貨物取扱い量全米一で、総貨物取扱い量では南ルイジアナ港に次いで全米に全世界でも10位にランクされる大規模な貿易港である。ヒューストン都市圏における2006年の地域総生産は3255億ドルで、オーストリア、ポーランド、 サウジアラビアなどの国内総生産を若干上回る。全世界の国の中でもヒューストン都市圏のギャップを上回る GDP を有する国はアメリカ合衆国自身を除いて21カ国しかない。主に石油や天然ガスの生産による工業はヒューストンのギャップの11%を占めるが1985年の21%からは大幅に減っている。 オイルショック後の原油価格暴落による経済停滞の教訓からヒューストン地域経済は石油への依存度を減らしており、その分技術サービス、保険サービス、製造業など産業の多様化を進めている。ギャップに占める工業の割合の減少にはそういった傾向が如実に現れていると言える。ヒューストンは全米10大都市圏の中で雇用増加率では2位。 名目雇用増加数では4位である。フォーブス氏によるビジネスやキャリアアップに良い場所のランキングでは、ヒューストンはテキサス州内で1位、全米でも3位につけている。ヒューストンにはアメリカ合衆国外の40カ国の政府が国際貿易、通商機関を置き、23カ国の商業局、貿易協会が現在活動している。また、 アメリカ合衆国外10カ国の銀行20業がヒューストンに支店もしくは事業所を置き地域内の外国人コミュニティに財務補助サービスを提供しているテキサス医療センターあまりにも規模が大きいため医療センターというより一つの研究都市の様相を呈している国際的にその名を知られているテキサス医療センターはヒューストンにあるテキサス医療センターは 世界最大級の医療研究機関の集積地である。テキサス医療センター内の45機関すべてが、非営利団体である。これらの機関は治療、予防医学、研究、教育、地域、国家、国際コミュニティの福祉と、医療と、その研究に関わる、あらゆる側面をカバーしている。センターには著名な病院13人を、はじめ、特別機関に機関。 医学校2校、看護学校4校、派学校、公共保険学校、薬学校があり、医療、保険関連のあらゆるキャリアパスが用意されている。テキサス医療センターはまた、ライフフライトと呼ばれる救急ヘリコプター派遣のシステムが創設された地でもある。複数の機関が連携しての移植手術プログラムも開発されてきた。心臓外科の手術においては、 テキサス医療センターは世界で最も術例が多い。テキサス医療センター内にある医療、保健関連の学術、研究機関の中で著名なものには、ベーラー医科大学、テキサス大学ヒューストン保健科学センター、メソジスト病院、テキサス子供病院、テキサス大学 MD アンダーソンガンセンターなどがある。ベーラー医科大学は1900年に ダラス大学医学部としてダラスに設立され、1903年にベーラー大学と合併した後、1943年にテキサス医療センターに移転してきた。その後、1969年にベーラー大学との提携を解消し、以降現在に至るまで独立した医科大学として運営されている。同校は US ニューズ ワールドレポート誌による医学部、医科大学のランキングでも上位10位以内に入る高評価を得ている。テキサス大学ヒューストン保健科学センターは保健教育の博士課程では全米1位である。テキサス大学システムに属するもう一つの機関、テキサス大学 MD アンダーソンガンセンターは1990年代以降、がん治療に特化した病院としては 全米で1、2を争う存在である。メソジスト病院は全米の優れた病院の一つに数えられ、心臓外科手術、がん治療、転換治療、臓器移植など幅広い分野で世界的にその名を知られている。ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港ヒューストンの玄関口となる空港はダウンタウンの北約3 7トルに位置する。 ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港である。単に、インターコンチネンタル空港とも呼ばれる。この空港の2006年の年間利用旅客数は4255万432人を数え、同じテキサス州内の、ダラス・フォートワース国際空港にこそ及ばないものの、全米では、ニューヨークのジョン・ F ケネディ国際空港に次いで8位、全世界でも17位であった。 同空港はヒューストンに本社を置いていたく、コンチネンタル航空最大のハブ空港であった。現在は、コンチネンタル航空と合併したユナイテッド航空が、ヒューストンからアメリカ合衆国内外1 8 2都市へ1日700便以上を飛ばしている。同空港と日本の成田国際空港間は、直行便が、ユナイテッド航空により、毎日1便就航している。 日本の航空会社は全日本空輸が2015年6月12日から毎日1便の直行便を運航開始した。歴史上日本の航空会社によるヒューストンへの直行便開設は初めてのことである。機材は B777 から 300ER 型機を使用しての路線開設となった。この路線開設により ANA のコードシェア便も含め ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港からスター・アライアンス加盟会社をはじめとした豊富な国際路線網を利用できるようになり日本から南米大陸各地やカリブ海諸国への乗り換え利便性が大きく向上した2006年アメリカ合衆国入省はインターコンチネンタル空港はアメリカ合衆国内10大空港の中で最も高い成長を遂げている空港であると発表した 2007年初め、アメリカ合衆国税関、国境警備局は、インターコンチネンタル空港を、アメリカ合衆国外からの旅行者に対する、入国公安のモデルと位置付けた。テキサス・ルイジアナ・ミシシッピ・アラバマ4州の南部を、カバーする、ヒューストン航空管制センターは、インターコンチネンタル空港の敷地内に置かれている。インターコンチネンタル空港は1969年に、 開港したが、それ以前は、ダウンタウンの南西約1 3トルに位置する、ウィリアム・ P ・ホビー空港が、ヒューストンの空の玄関口としての役割を果たしていた。1967年までは、ヒューストン国際空港と呼ばれていた。この空港は、現在では、近距離、中距離の国内線や、企業、個人のチャーター便などを、 おもとし、インターコンチネンタル空港を保管する役割を果たしている。同空港に発着する旅客機の8割はサウスウエスト航空の便で占められている。サウスウエスト航空はインターコンチネンタル空港を利用せず、ホビー空港のみに航空機の便を発着させている。同社はヒューストンを拠点都市の一つとして位置づけており、 今後もホビー空港発着の新路線を開拓していく計画を立てている。ホビー空港の敷地内にはヒューストンにおける航空士の資料を展示する1940エアターミナル博物館が立地している。このアールデコ町建築の博物館はもともとはホビー空港がヒューストン市立空港と呼ばれていた頃1940年に建てられた空港ターミナルビルであった。 ダウンタウンの南東、約 25km に位置するエリントン空港は、元はアメリカ合衆国空軍の基地、エリントンフィールドであったものを民間に転用した空港であるため、IATA コードはエリントンフィールド時代のエフドのままである。同空港は、第一次世界大戦中の1917年、航空機の黎明期に空軍の前身であるアメリカ合衆国陸軍。 航空隊の訓練施設として作られた。現在でも、軍用や NASA の航空機の発着、航空祭に使われているが、それらに加え、商用や、ジェネラルアビエーションにも用いられている。ヒューストンは、インターコンチネンタル、ホビーの両空港を改善するプログラムを数年間に、わたって、31億ドルの費用を投じて進めてきた。 それが実り、ヒューストンの空港システムは2005年、連邦航空局とテキサス州政府によって、エアポート・オブ・ザ・ヤーに選ばれた。ダウンタウン付近で合流する、I、I-10 と I-45 ヒューストンの、ダウンタウン付近では2本の週間高速道路、I、I-10 と I-45 が交わる。I-10 は、サンベルト地帯を東西に貫いて走る幹線である。 一方、I-45 は、ダラスとヒューストンを結ぶ、テキサス州で最も重要な道路の一つである。これらの高速道路上にはグレーハウンドをはじめとする、都市間の中、長距離バスが走っており、ダラス、サンアントニオ、バトンルージュなどへの便がある。これらの週間高速道路のほか十分にわたる、ヒューストン都市圏には、 総延長9 2 6トルに及ぶ高速道路網が張り巡らされている。ヒューストンの高速道路システムはダウンタウンを中心とした放射線と複数の環状線の組み合わせで構成されている。最も内側の環状線は形式上は i-10 の視線となっている i-610 である。i-610 はダウンタウンを中心に テキサス水量センターなど半径 8km 程度の範囲内にある地域を取り囲んでいる。その外側を走る修道環状8号線はヒューストン都市圏の第二環状線という位置づけになっており、南東に隣接するパサディナ市などダウンタウンから半径 20km 程度のところを走っている。環状8号線の約3、4はサムヒューストン有料道路になっている。 インターコンチネンタル空港はこの環状8号線のすぐ外側に位置している。環状8号線のさらに外側にはヒューストン都市圏第3の環状線となる修道99号線の計画・建設が進められている。ヒューストンの南西に隣接するシュガーランド市と I-10 とを結ぶ区間は1994年に完成し、すでに強用されている。 また、現在ミシガン州のカナダ国境からインディアナポリスへと通じている I-69 は将来的には南へ延伸し、現在の US-59 のルートを通って、ヒューストンを通って、ブラウンズビルのメキシコ国境に通ずる予定になっている。その他にもダウンタウンから伸びる放射線が数本建設される予定がある。 ヒューストンの高速道路システムはテキサス州交通局ハリス郡政府ハリス郡都市圏交通局ヒューストン市の4機関のパートナーシップによる交通センターヒューストントランスターが監視しているヒューストントランスターはヒューストント市圏における交通サービスと緊急事態への対処に責任を負っているヒューストントランスターは全米で 初めて交通サービスと緊急事態への対処のサービスを一体化したセンターであり、また全米で初めて4機関でリソースを共有するセンターでもある。ヒューストンのライトレールヒューストンの路線バスやライトレールなどの公共交通機関はハリス軍都市圏交通局によって運営されている。しかし、ヒューストンは地域も都市圏も広いため、 公共交通機関によってカバーされていない地域も多い。そのためアメリカ合衆国内の他都市同様、ヒューストン都市圏における主な交通手段は、個人所有の自動車である。メトロの主力となっている、路線バスは100系統以上あり、普通路線、急行路線、パークライド路線に大別される。パークライド路線はその名の通りパークライドを、 促進するための路線で高速道路上を走り、郊外の高速道路沿いに作られた25カ所の大規模な駐車場とダウンタウンとを結んでいる。この路線バス網に加え、メトロは2004年1月1日にライトレールの営業運転を開始した。第一弾として開通したレッドラインはヒューストン大学ダウンタウン校とエナジーパークを結ぶ1 3トルの路線で、 途中、ライス大学やミュージアムディストリクト、テキサス医療センターを通る。メトロは、ライトレール網を整備する10カ年計画を進めており、将来的にはこのレッドラインに加え、5路線が開通する予定になっている。アムトラックの長距離列車、サンセットリミテッド号は、ダウンタウンの北側にある駅に停車する。サンセットリミテッド号はアムトラックで唯一、 シカゴを経由せずに大陸を横断する列車で、ロサンゼルスとオーランドを結び、西行東行とも、週3便運行している。2006年度のヒューストン駅の年間利用客数は1万855人であった。ライス大学ヒューストンには55校の高等教育機関がある。その中でも、とりわけ知名度が高いのは、ダウンタウンの南にキャンパスを構えるライス大学である。 ライス大学は1912年開校で、アメリカ合衆国の大学の歴史の中では、比較的新しい部類に入る大学でありながら、US ニューズワールドレポート誌の総合大学のランキングでは常にトップ25位内に入る、高評価を受けている。同校の学生数は、学部生、大学院生合わせて4500人ほどで、教授1人当たりの学生数が少なく、 少数精鋭制で密度の高い教育を行っている。一方、ヒューストン大学は、本校だけで約3万6千人の学生を抱える大規模な州立総合大学で、世界130カ国から留学生を受け入れている。同学は40の研究センター、機関を有している。ヒューストン大学システムは、ダウンタウンの南西にキャンパスを構える。 ヒューストン大学本校のほかクリアレーク校、ダウンタウン校、ビクトリア校の3校を有している。クリアレーク校は、市の南東部、ジョンソン宇宙センターにほど近いクリアレーク地区に、キャンパスを構え、コミュニティカレッジ卒業生を対象に、上級学年向けの講義を開講している。ダウンタウン校は、ダウンタウンの北側に校舎を持ち、 ヒスパニック系の学生が全学生の1、3を占める。ビクトリア校は、ヒューストンの南西、約2 0 0トルに位置する、ビクトリア市に小規模なキャンパスを構えている。これら4キャンパスに加え、ヒューストン大学システムは、西功のフォートベンド郡にシュガーランド教育センターと、チンコレンチ教育センターを有している。これらの教育センターでは、 大学の上級学年及び大学院レベルの一部のコースを受講することができる。ヒューストン大学このほかヒューストンにはテキサス南大学、セントトーマス大学、ヒューストンバプテスト大学などの4年生大学がある。ヒューストンコミュニティカレッジシステムは、ヒューストンとその周辺都市に立地するコミュニティカレッジ6校からなり、合計約5万7千人の学生を抱える。 全米でも4番が目に大きい規模を持つコミュニティカレッジ、システムである。テキサス州には、公立のロースクールが4校あるが、そのうちの2校がヒューストンにある。一つは、ヒューストン大学ロースセンターで、もう一つは、テキサス南大学の、サーグッドマーシャル法科大学院である。ヒューストン大学ロースセンターは、US ニュースワールドレポートのロースクールのランキングで、 全米60位にランクされている。この2校に加え、ヒューストンには、私立の南テキサス法学校もある。同校は1923年に創立された、ヒューストンでは最も長い歴史を誇る法学校で、模擬裁判プログラムが、都によく知られている。全米で7番がめに、規模の大きいヒューストン独立学区を、はじめ、17の公立学区が、 ヒューストン市域をカバーし、ヒューストンにおける K12 課ほどを支えている。これらの学区で運営されている、公立学校の他にも、ヒューストンには多数のマグネットスクールや、チャータースクールもある。ヒューストンに校舎を構える、私立学校は300校を超える。ヒューストンの私立学校の多くは、テキサス私立学校認定協会の認定を受けている。 ヒューストン周辺の私立学校約50校が参加している非営利の組合ヒューストン地域独立学校組合は宗教的ないし非宗教的な様々な観点からの教育を提供しているヒューストンとその周辺地域のカトリック系私立学校はガルベストンヒューストン市教区が運営しているシアターディストリクトの一角に立つアレンシアターヒューストンは工業都市 ビジネス都市としてのイメージの強い都市であるが、文化、芸術面での充実度も高い。ヒューストンは、文化、芸術活動を行う、団体、施設を200以上有している。ダウンタウンの17ブロックにわたって広がる、シアターディストリクトには9つの著名な、演技芸術団体が本部を置き、6カ所のホールが、立地している。ダウンタウンにおける劇場の席数では、 ヒューストンは全米2位である。ヒューストンにはオペラ、バレエ、クラシック音楽、演劇がすべて揃っている。これら4種の演技芸術をすべて揃えている都市は全米でもニューヨーク、シカゴ、シアトル、サンフランシスコなどごくわずかな大都市に限られている。これらに加えヒューストンではブロードウェイのミュージカルやコンサートなどのツアー公演も行われる。 ヒューストン美術館ダウンタウンの南、ライス大学のキャンパスやテキサス医療センターに隣接するエリアには、ミュージアムディストリクトと呼ばれる、博物館、美術館街が広がっている。ミュージアムディストリクトには、年間700万人が訪れる。ミュージアムディストリクト内の著名な博物館、美術館には、ヒューストン美術館、ヒューストン自然科学博物館、ヒューストン現代美術館、 ヒューストンホロコースト博物館などがある。ヒューストン美術館は1924年に創立され、常設展示だけで4万点の作品を展示するテキサス州最古最大の美術館である。ヒューストン自然科学博物館が立地するハーマンパーク内にはヒューストン動物園もある。ミュージアムディストリクトの北西に隣接するモントローズ地区には 油田検創事業の世界最大手シュルンベルジェ社の霊場で芸術と公民権運動に献身したトミニクでメニルとその夫ジョンが設立した美術館メニルコレクションと状教派の境界堂ロスコチャペルが立地しているヒューストンではロック、ブルース、カントリー、ヒップホップ、テハーの音楽などの活動も地域の至るところで見られる しかし、ヒューストンがこういった大衆音楽の世界でミュージックシーンの中心になることはあまりない。ヒューストンが生んだアーティストはある一定レベルの成功を収めるとアメリカ合衆国内の他地域に移住する傾向が見られる。しかし、その中でもヒューストンヒップホップだけは例外でサウスヒップホップやギャングスタラップと互いに影響し合いながら 独自のミュージックシーンを打ち出し、商業的にも成功を収めてきた。ジョンソン宇宙センターのビジターセンター、スペースセンター、ヒューストンダウンタウンの南東約4 0トルには、NASA のジョンソン宇宙センターが立地している。ライス大学から広大な土地を寄付されて1965年に開設された同宇宙センターは、有人宇宙飛行の研究、開発、 スペースシャトルや国際宇宙ステーションなど、有人宇宙飛行ミッションの完成、運用、宇宙飛行士の訓練など、NASA の有人宇宙飛行プログラムの遂行において、中核となる活動を行っている。そのビジターセンター、スペースセンターヒューストンは、アポロ計画によって持ち帰られた月の石や、スペースシャトルのシミュレータ、NASA の有人宇宙飛行プログラムの歴史に関する、 プレゼンテーション資料など、NASA や航空、宇宙に関連する展示物を展示している。ヒューストン自然科学博物館やヒューストン動物園を抱えるハーマンパークをはじめ、レークヒューストンパーク、メモリアルパーク、トランクイリティパーク、セスクイセンティニアルパーク、サムヒューストンパークなど、ヒューストンには、大小337の公園と200以上の緑地があり、その総面積は、 約7930ヘクタールに及ぶ。セスクイセンティニアルパークはその名が示す通り1986年に思想説150周年を記念して開園した公園でジョージ・ H.W. ブッシュの銅像が建っている。サム・ヒューストン・パークには1823年から1905年までの間に建てられた家屋が修復、復元されて残っている。これらの公園は 市が管理している。ロデオの大会のために、ダートが敷かれた、エナジースタジアムヒューストンでは、あらゆるイベントが行われるが、その中でも、最も伝統があり、最も規模が大きいのは、ダウンタウンの南西約1 0トルに位置する、エナジーパークを会場として行われる、ヒューストンライブストックショーロデオである。家畜の品評会としても、ロデオの大会としても、 世界最大級のこのイベントは、毎年2月下旬から3月上旬にかけて20日間以上に、渡って取り行われ、回期中には200万人以上の来客が訪れる。普段は、ヒューストンテキサンズや NCWA のフットボールの、試合が行われる、エナジースタジアムは、このイベントの時だけは、ダートが敷かれ、ロデオの会場となる。同イベントでは、ロデオのほか家畜の品評会、 コンサート、パレード、カーニバル、トレールライド、ピッグレース、バーベキュー、ワインの品評会なども行われる。この他に、ヒューストンで行われる、主なイベントとしては、ヒューストンプライドパレード、ヒューストングリークフェスティバル、ヒューストンアートカーパレード、ヒューストンオートショー、ヒューストンインターナショナルフェスティバル、バイユーシティアートフェスティバルなどがある。ミニッツメイドパークヒューストンは、 プロスポーツリーグにとっても重要な拠点である。MLB は、ヒューストンアストロズ、NFL は、ヒューストンテキサンズ、NBA は、ヒューストンロケッツと、ヒューストンには北米4大プロスポーツリーグのうちの3、リーグがチームを置いている。NHL のチームはない。また、MLS のヒューストンダイナモと MLR の、ヒューストンセーバーキャッツも、 ヒューストンを本拠地としている。ヒューストン・アストロズは1962年にヒューストン・コルト 45S として創設され、1965年にジョンソン宇宙センターの存在から宇宙飛行士を意味するアストロノートを縮めてアストロズという名に改められた。1960年代から1970年代には低迷していたが、1980年に ノーラン・ライアンを獲得するとチームは、躍進、1990年代中盤以降は、地区の上位に食い込む成績をほぼ毎年残している。2005年には、ワールドシリーズに出場したが、シカゴ・ホワイトソックスに敗れた。その後2011年から3年連続100敗以上と、低迷するが、2015年に10年ぶりのプレイオフに、進出した。 2017年には2度目のワールドシリーズに出場し、ロサンゼルスドジャースを第7戦で破って、球団創設56年目にして初優勝した。アストロズは、ダウンタウンの再開発地区に建てられ、2000年に、開場した、ミニッツメイドパークを本拠地としている。会場当時はエンロンが30年1億ドルの、契約で命名権を獲得した、ためエンロンフィールドという名であった。 しかし2002年に同社が経営破綻すると暫定的に4ヶ月間だけアストロズフィールドという名が使われた後コカ・コーラが28年契約1億ドルを超える額で命名権を買い取り同社のジュースミニッツメイドから球場名をミニッツメイドパークとしたヒューストンは夏が非常に蒸し暑いため球場には開閉式の屋根がついており必要に応じて 球場内を空調完備にできる。ミニッツメイドフィールドに本拠地が移る前は、アストロズはアストロドームを本拠地としていた。1965年に完成したこの球場は世界史上初のドーム球場で、当時は世界8番目の不思議とさえ呼ばれた。トヨタセンターミニッツメイドパークと同じダウンタウンの再開発エリアにはヒューストンロケッツが、 本拠地にしている、トヨタセンターも立地している。ヒューストンロケッツは一見、野球のアストロズ同様に NASA に由来するチーム名であると思われがちであるが、もともとは1967年にカリフォルニア州サンディエゴにサンディエゴロケッツとして創設されたチームであり、NASA との関連性はない。かつては、アキーム、オラジュアン、クライドド,ドレクスラー。 チャールズ・バークレーといった選手を擁した。1994年、1995年の NBA ファイナルでは2連覇を飾り、ロケッツは黄金時代にあった。しかし1997年以降、ドレクスラーやバークレーが引退し、オラジュアンがトレードに出されると、その後は若年選手を中心として再建を進めているが、低迷が続いている。 トヨタセンターはそれまでロケッツの本拠地として使われていたコンパックセンターに代わって2003年に開場したアリーナでロケッツのほかヒューストンコメッツおよびヒューストンエアロズが本拠地にしている。またヒューストンにおけるイベント会場、コンサート会場としても使われエルトン・ジョン、ポール・マッカートニー、スティービー・ワンダーらの大御所アーティストから ティーンアイドルのハンナ・モンタナに至るまで、様々なアーティストがここでコンサートを行った。所有者は、ハリス軍とヒューストン市スポーツ局であるが、トヨタ自動車の米国法人が命名権を獲得したため、同社の名が完成られている。エナジースタジアム一方、アストロドームの立つエナジーパークには、ヒューストンテキサイズの本拠地である、エナジースタジアムが立地している。 2002年に開場したこのエナジースタジアムは NFL の本拠地となるスタジアムとしては初めて開閉式の屋根を採用したテキサンズは2002年のリーグ拡張の時にできたチームである進行チームの多くがそうであるようにテキサンズもまたリーグの回に低迷しておりチームとしての歴史が浅いことも相まって目立った成績は残していないこのテキサンズとは別に 1960年から1996年までは、ヒューストンには、オイラーズというチームがあったが、その後テネシー州の州都ナッシュビルに移転し、チーム名もテネシーオイラーズを経て、テネシータイタンズとなっている。オイラーズは、アストロドームを本拠地としていた。エナジースタジアムでは、このテキサンズのホームの試合のほか、ヒューストン家畜ショー＆ロデオの会期中は、ダートを敷いて、 ロデオの大会にも使われる。2004年には、第38回スーパーボールが、エナジースタジアムで行われた。2005年には、カレッジフットボールのビッグ12カンファレンス決勝戦が、エナジースタジアムで行われ、テキサス大学が、コロラド大学を70の3の大差で破った。地元テキサス州で大勝したテキサス大学は、ローズボールに出場し、 南カリフォルニア大学を破って全米優勝したヒューストンインターナショナルフェスティバルヒューストン地域住民の人種、民族の多様性が現れているヒューストンは人種、民族の多様性に富んだ都市であるヒューストンで話されている言語の数は90を超える特にヒスパニック系の住民の割合は高く総人口の約37%を占め ヒヒスパニック系白人の30.8%を上回る。ヒューストン都市圏全体では、アメリカ合衆国外生まれの住民は、約110万人を数え、都市圏人口の2割に達している。その半数近くは、メキシコ系で、メキシコ以南を含めた、中南米系全体では2、3近くに上る。さらに、約10万人に上るベトナム系をはじめ、インド系。 中国系など、アジア系も約1、5を占めている。ヒューストンには、ダウンタウンのオールドチャイナタウンのほか南西部にもニューチャイナタウンと呼ばれる、新たに形成されたチャイナタウンがある。また、ニューチャイナタウンの近くには、リトルサイゴンと呼ばれる、ベトナム人街も形成されている。このように一部の移民は、民族性の強い外区を形成し、ヒューストンを世界としたら占めている。 しかしその一方で、ヒューストンに住んでいると推定される不法入国者数は40万人を数えるなど、移民絡みの問題も抱えている。ヒューストンの都市圏は、州南東部、ハリス郡を中心に旧郡にまたがっており、その面積は2万1464平方キロメートルである。広域都市圏はこの都市圏に、近隣の4つの小都市圏を合わせた13郡から、なっている。 渦はテキサス州におけるヒューストン・ザ・ウッドランズ広域都市圏の位置を示している。この広域都市圏に含まれる都市圏及び小都市圏はそれぞれ下記の色で示されている。また、ヒューストンの都市圏及び広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。以下にヒューストン市における1850年から2020年までの 人口推移をグラフ及び表で示す。ヒューストンは以下17都市と姉妹都市提携を結んでいる。全米国際姉妹都市協会加盟都市。ありがとうございます。